一人暮らしによる一人暮らしのための料理動画。自分でご飯。Presented by Afterbeat Kiddo Channel。皆さんこんにちは。Afterbeat Music School ギター講師の滝沢でございます。今日も寒いです。ですね、そんな寒い本日は餃子を作ってみたいと思います。もう鼻が寒いんですよね。鼻が冷たいです。餃子です。餃子、餃子の一人暮らしおすすめポイントとしては、まず失敗しないということですね。まずい餃子ってなんか想像つかなくないですか？美味しくない餃子、味付けはもちろんするんですけれども、そうそう変なことしなければ味付け失敗ってことはないですし、とりあえず生焼けと、あと焦がしちゃうこと、その2つだけ気をつければですね、絶対美味しく作れます。ちょっとぐらい味が濃くても大丈夫だし、包むときに形が悪くても大丈夫、あと具材が大きくなっちゃっても大丈夫。結構ハードルは低いかなと思います。ちょっとめんどくさいですけどね、切ったり包んだりするのが。で、おすすめポイント2としてはこちら、こんな感じで冷凍ができるわけです。我が家の冷凍庫にはいつもこんな感じで冷凍餃子がですね、常備してありまして、お腹が空いたなっていう時はこのままフライパンにちょこちょこちょこっと並べて、まあそのまま焼けば食べれるよということなんですよ。一人暮らしにとってこういう冷凍食品というか、すぐ食べれる食品っていうのは結構重宝するもんでございまして、その辺も結構おすすめポイントかなと思います。とりあえず冷凍庫に戻していきます。寒いね、ほんまに鼻がね、冷えるんですよ。それではレッツスタート。よいしょ。まずまた材料の確認ですね。ひき肉と餃子の皮と白菜とネギっていう感じです。キャベツでも大丈夫ですよ、白菜の代わりに。で、調味料各種っていう感じですね。とりあえず最低ラインとして、ひき肉と餃子の皮、あと白菜、ネギ、醤油、この5つがあれば大体美味しく作れます。白菜の代わりにキャベツでも大丈夫で、あった方がいいなっていうものに関しては生姜とニンニクとウェイパーとかって感じですかね。生姜はまああった方が美味しいと思うんですけども、ニンニクって使いどころ難しいじゃないですか。そのニンニクたっぷり餃子を食べた後に人と会うのって少し抵抗があるかと思うんですけれども、そういった感じですね。ない方がいいかなっていう人は餃子、ニンニクなしで行ってもいいと思いますし、そんな関係ねえぜっていう人はニンニクたっぷりでもいいと思いますし、その辺はお好みに合わせてやってみてください。で、とりあえずこのままだ白菜あまりにも多すぎるので、4分の1カットをさらに5分の1カットにします。まあ20分の1ってとこですかね。この量もお任せです。今回のレシピはそのお肉 100g でやってるんですけれども、お肉1に対して野菜が 1.5 とか2弱くらいのレシピでやってるんですね。これ結構野菜多めな感じです。お肉いっぱい入れて肉肉しい感じが好きだぜっていう人はお肉たくさん入れてもいいと思いますし、逆に野菜がたくさん入っててジューシーな感じが好きだなっていう人はちょっと野菜多めで作ってもいいし、ちょっと1、2、お肉1、野菜2以降はちょっとあまり野菜多くしない方がいいかなとは思うんですけれども、その辺もお任せいたします。で、さっきも言った通りキャベツでも大丈夫。キャベツの場合はね、その周りからこう葉っぱを剥いで、刻んでいけば OK っていう感じですね。まあ、今回単純にキャベツが高かったので白菜を使っている感じです。ちょっと一玉250円とかちょっとあれな感じですよね。さすがに白菜かななんて思って白菜を買ってきてるんですが、白菜の餃子もなかなか美味しいですよということです。で、白菜、ネギ、ニラなどなど、まあ、基本的に具材はですね、細かくするんですよ。白菜、今みじん切りの準備はしているんですけれども、みじん切りってやったことありますかね。まあ、めった細かいやつです。めった細かくするやつです。包丁に慣れてない方はですね、みじん切りなんかできるかわかんねえななんて自信ないかと思うんですが、全然簡単です。必殺技があるんですよ。その必殺技を使えばですね、もう誰でも絶対簡単にすぐに細かくできるので、ぜひ、億劫にならずにトライしてほしいです。で、どんな必殺技かっていうと、まあ、後ほどやるんですが、とりあえず、白菜、ある程度必要な分切って横に並べてダーッとある程度細かくして準備をすると、ある程度細かくなればいいです。全然大きくても大丈夫で、あとでスープも作るつもりなんで、ちょっと白菜ある程度切り終わったら別のお皿に白菜をちょっとだけ取っておくんですけれども、
とりあえずこれでみじん切りの準備は完了。ここから必殺技をかましていきます。でその必殺技はどんな野菜にも応用が効くのでぜひとも覚えておいてください。鼻が息が白いんですよ、ほんまに。でどんな必殺技かっていうと、こう包丁を落としていくだけです。こんな感じで真ん中からもうひたすらスタン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 って落としていくだけです。外側からいっちゃうとその具材が飛び散ってしまうので、もうひたすら真ん中から、あ、早くなった、真ん中からやって、でちょっと周りから寄せ集めて真ん中を落として、でまた集めて真ん中落として、集めて真ん中落としてのその繰り返し、もうめっちゃ簡単じゃないですか。もう誰でもできるです。まあ必殺技っつうか、まあ普通のみじん切りなんですけれども、これやればもう誰でもできるということでございます。キャベツにも使えるし、ネギとかにも使えるし、白菜、今回の白菜はもちろん、あと人参とかね、玉ねぎとかにも使えるので、ぜひとも覚えておいてください。包丁を落とすと、もうさっきも言いましたけども、ポイントは真ん中からやるってことです。外側からやっちゃうとね、具材が飛び散ってキッチンが汚くなっちゃうので、頑張って真ん中から刻んでください。で、このくらい細かくなったらとりあえず OK っていう感じですね。まあお店さんとかだとかなり細かくやったりとかするんですけれども、まあ個人の場合はある程度細かくなればいいかなって感じですね。フードプロセッサーとかあるとすっごく話が早いんですけども、残念ながら僕はフードプロセッサー持ち合わせていないので包丁で細かく刻んでおります。もしフードプロセッサー持ちの方はフードプロセッサーで大丈夫です。まああまり一人暮らしでフードプロセッサー持ってる人もいないと思うんですけれども、まあお持ちでしたらそれを使ってください。なかったら包丁で頑張りましょう。ギターと一緒で包丁使えば使うほど上手くなりますんでね、みじん切りが上手い男の子は別にかっこよくないか、まあみじん切りができる男の子になっていただけると嬉しいなと、そういうことですよ。でみじん切りし終わったらボウルによけて、今度はネギを刻んでいきますね。ネギって白いとこと青いとこあるじゃないですか。青いところの方が香りが強いんですよ。で餃子なんかにおいてはですね、香りが強い方が美味しいので青い方から使ってた方がいいかなとは思います。で一番外側の薄いところはちょっとこう風味が悪いというか食感が悪いので取り除いてしまって、で合間合間に土が入っている場合があるので土はしっかりと取りましょう。もうどんなケースにおいても土はいい結果をもたらさないのでしっかり洗っておくということです。で今回4分の1くらい使ってますね。ネギ好きな方はもっとたくさん入れてもいいですよ、大丈夫です。でとりあえず半分に切って縦にいくつかに割っていきます。そうした方がね、細かく切れるようになるので、とりあえず縦にいくつか切って、でそこからこうスタン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 シュッシュッパパパパパパみたいな感じで切っていってみてください。でネギももちろん必殺技をかますので大きくても大丈夫、そんなに細かくなくても大丈夫です。とにかく指切らないんだけど本当に気をつけてください。結構気持ちが萎えてしまうのでそこだけ気をつけてほしいなと思います。でとりあえずネギをサクサク切って、ネギって意外とネバネバするんですよ。ネバネバっていうかヌルヌルっていうか、このまんまこう落とす必殺技だとちょっとやりづらいんで、わかりますかね、見てて左側固定してるんですよ。右をこうあーって落としてあーってやってるんですけども、こんな感じでやるとネギも綺麗にみじん切りができるかなと思います。切るものがちょっとしかなかったりとかするときはこっちの方がいいかなと思いますね。たくさん切らなきゃいけないときはもうそのままザクザクザク落としたり、でちょっとだったりとかネギみたいなヌルヌルする食材だったらちょっと左側固定して右で落として切っていくっていうやり方にするといいですね。鼻が、ほんまに鼻が。でネギと白菜切り終わったらとりあえずこれで OK。 ニラとかもし入れる場合はニラは5ミリ幅くらい切れば大丈夫です。みじん切りまでしなくてもある程度細かければ大丈夫っていう感じですかね。他にもね、エビとか入れても美味しいと思いますし、お好きなものを入れてください。でこれでとりあえず具材 OK。 あん作りに入っていきます。あん、今回は100肉、ひき肉は 100g、 ひき肉は 100g で、ボウルの中にひき肉を入れて、ここからとりあえず練ります。ひき肉ってそのままだとすごいもうパラパラしてるんですよ。
で、パラパラしていると食感がすごくあまり良くないので、これを混ぜ合わせて練っていきます。おにゃ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 と、おら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 って、4倍速で僕は頑張っております。おら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 。そのよく混ぜることで、脂身と赤身がですね、こう仲良くなって、風味がすごい良くなって、食感も良くなって、旨味も出てきてっていう感じですごくいいことづくめなので、ちょっとここは頑張って練りたいですね。パラパラしてたお肉が、なんかこうね、ネチネチっていうか、少しこうべったりしてきたら、いい感じです。で、そんな感じの状態になったら、お野菜を入れていきます。で、お野菜、人によってですね、お野菜から出た水分を全く絞らない人、ちょっと絞る人、で、固く絞る人っていらっしゃるんですけれども、僕はこの少し絞る人です。あんまり絞らなすぎると結構もうあんがべちょべちょになってしまうので、かといって、ね、絞りすぎても、ね、せっかくお野菜の旨味がもったいないななんて思うんで、少し絞る感じです。この辺は、本当も各自で調整していただいて全然大丈夫です。ただ、あんまり水っぽすぎると、形が悪くなってしまうので、ちょっと絞った方がいいかなとは思いますけども、お任せいたします。何回か作って自分なりの好みのお野菜とお肉の分量、そして水分の絞り具合を見つけてください。で、ある程度こう野菜を混ぜ合わせたら味をつけていきます。まずお醤油、大さじ1くらい。そして、生姜とかニンニクですね。本当は生の方が絶対美味しいんですよ。チューブなんかよりも。ただ、ちょっとめんどくさいんで、今回またチューブ使ってしまったんですけど、もし余力がある方は生のやつを買ってきてください。生姜を買ってきて、細かくしてまた必殺技をかまして、ニンニクも同じように買ってきて、細かくして必殺技をかましてやっていただいた方が、絶対に風味がいいので、絶対に美味しいです。ちょっと手間なので、今回はチューブを使ってしまいましたが、僕としては、生の状態をお勧めさせていただきたいです。で、そんなのを入れて、各2センチずつくらいですかね。を入れて、で、あった方がいいものの一つ、ウェイパー。こちらもですね、1グラム、2グラムぐらい、ちょっと味付けに入れてしまいましょう。ある人は入れてしまいましょう。やっぱこのウェイパー大先生がですね、あるとですね、やっぱこの旨味の出方が変わってくるんですよね。ちょっと今回も、ウェイパー大先生のお力を借りたく存じます。で、味をつけ終わったら、ある程度混ぜて、OK って感じです。もしここでお肉がすっごい緩いようだったら、片栗粉とか入れるといいかもしれないです。他にもお砂糖、ちょっと一つまみ入れてもいいと思いますし、お塩とかね、胡椒とか入れても美味しいと思いますし、皆さん思いつく限りでアレンジしてみてください。で、その次、あんが完成したので、包む作業に入っていきます。ここが一番クライマックスですね。一番面白いところでございます。とりあえずこの状態を作ってください。あんが置いてあって、お皿が置いてあって、お水が置いてあって、皮が置いてある。まずこの状態。そして、ここからいよいよ包んでいきます。左手に餃子の皮を取り、あんを乗せる。そしてここから包んでいくんですが、とりあえず2、3個作るまでは、そのあんの量がなかなかわからないと思うので、ちょっと何個か作って、量の感じをつかんでください。とりあえずあんを乗せて、で、まず、一番上に、上半分にこうお水を塗ります。そして、半分に畳んで、左手の親指で端っこを支えつつ、で、右手の親指であんを押し込みながら、できるだけ隙間がないように押し込みながら、右手の親指で山を作っていって、左手の親指で取って、右手の親指で山を作って、左手の親指で取って、っていう感じで包んでいきます。で、あんまり口が開かないように、しっかりとぴったり、つけましょう。お水をつけるのはこの皮とかをくっつけるためなんですけれども、あんまりやりすぎると今度はべちゃべちゃになってくっつきづらいので、薄く塗る程度で大丈夫です。で、とりあえず1個完成。で、ずっとこれを続けていくような感じですね。あんの量とか結構難しいので、何個か作って感じをつかまないとなかなかすぐにはうまくできないと思うんですけども、何回かやってれば絶対うまくできます。で、ポイントの一つとして、もしこう包んでいるときにあんが多かった場合、この右手の人差し指を見てみてください。今、あん取ったの分かりますか？ちょっとこう余分なあんを、あ、これ多かったなと思ったら、その余分なあんだけ取って、ペッと取り除いて、で、包み直すと。そんな感じで進めていきます。で、とりあえず今回は16個分なので、16個、これを繰り返すわけですね。別に16に深い意味があるわけじゃなく、
餃子の皮を買ったら16枚入りだったんです。別に30個作ってもいいですし、100個作っても大丈夫です。で、もし餡が余ったらもうそのまま冷凍しておけば次の時に使えますので、餡が余ったらそのまま冷凍しちゃいましょう。で、餃子の皮が余ったら、中にですね、今回作った餡じゃなくてですね、なんかいろいろ変わり種つけて焼いてみるのも面白いですね。普通にナチュラルチーズだけ入れて包んでね、焼いてもすごいおつまみにぴったりなものが出来上がるし、ハムとか入れても美味しいですよね。もうその辺はアイデア勝負で何でもかんでも入れて焼いて美味しく食べれればななんて思います。で、こう見てるとすごい大変そうな感じするんですけど、意外とこれ面白いんですよ。どんだけ綺麗に作れるかななんて没頭するのも楽しいですし、もしくはあんを大量に作って友達とかとね一緒に作っても絶対面白いと思います。見て見て、これ俺すげえいい感じじゃねとか言ったりとか、なんかお前のその餃子超かっこよくね、超かっこよくね、まあ、超かっこよくねとか言ったりとかして、でそんな感じで和気あいあいとするのも面白いかなとね。なんか5人くらい集めて餃子パーティーとかしてもですすごく面白いと思いますし、ご家族で作っても面白いと思いますし、そういったコミュニケーションしながらもね、あの楽しんで餃子作りしていただけたらなと思いますね。もちろん一人で黙々やるのも意外と面白いです。あ、これで16個包み終わりましたね。今回はたまたまぴったり、あんと皮がうまくいったので特に甘くないですけれども、うまくいきました。そしてその次は焼きの作業です。実はこれやり直しをしておりまして、あのそのまま焼きの作業をしてたんですけれども、カメラのレンズが曇っちゃって何も見えないっていう映像が出来上がっちゃったんですよね。それなんでしょうがないからちょっと焼き直しをしています。とりあえず餃子の焼き方はすごい簡単です。強火のフライパンに餃子を並べて1センチ満たないくらいのお水を張って蓋をして4分放置します。で、4分間放置したらもう大体もう中には火が通っているので、また蓋を外して油を回し入れて3分4分くらい、水分を飛ばしながら焼いていけば焼き目がいい感じについて美味しく食べれるなという感じですね。生焼けってことはそうそうないと思うんですけども、とりあえず焦がしすぎんだけは気をつけてほしいなと思います。ちょっと焼き目が足んなくてもね、あ、なんか見た目は美味しくなさそうだななんて思いながらも食べてみると意外と美味しいってなるので安心してやっていただければなと。で、正直このままだと暇なので、隣で卵スープを作っていきます。卵スープ。今、お水と、あと別の皿に取っておいたネギと白菜を入れました。そして、ウェイパーを1つまみ、2つまみくらい。ウェイパー先生大活躍ですね。ウェイパー先生また入れて、で、醤油を大さじ1くらい入れます。で、最後にまたお砂糖を1つまみ入れるような感じですね。ちょっと、まだ、お水なんで味見しないですけれども、お湯が沸き立ってきたら少し味見をしてですね、もし味が足んないなと思ったら、ウェイパー大先生を付け足すなりすれば、絶対に美味しくスープは作れます。ウェイパー大先生が本当にもう素晴らしい方なので、絶対美味しく作れます。で、卵スープにしたいので、お湯が沸く前に、溶き卵を作っておきましょう。で、とりあえず隣の餃子は一応4分測って、キッチンタイマー設定して4分測っているんですけれども、基本的に待ち作業なんで、意外と暇してます。おーっつって、溶き卵をたくさん気合い入れて溶いたりとかして、ちょっと時間潰してる感じですね。お湯も沸いてないし、どうしようかなーっつって、よし、踊ってますからっていうオチじゃないですけど、まあそういう楽しいひとときです。で、4分経ちました。で、もし4分経った時にですね、餃子、まだ水分が残っているようだったら、これはちょっと捨てちゃってください。こうやって返してて、間違えて餃子捨てないようにだけは気をつけてください。余分な水分を捨てて、で、ここからまた強火でガーッとやっていきます。もうひたすら強火です。で、水分飛ばしながら焼き目をつけていくわけですね。僕はいつも油を一回し、まあ本当大さじ1とかそのくらいです。入れて、しばらくまた3分4分放置します。で、その間にまた卵スープの方作っていきます。卵スープ、中華料理屋さんとかにあるような、なんかふわふわの卵スープってコツがあるんですよ。で、そのコツが全然簡単なんです。とりあえずお湯がもうボコ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 ってなるまで沸騰したら弱火にします。で、溶き卵をですね、すごいそーっと入れるんですね。そーっとです。そーっと流し入れて、いやーっといったらお箸ですかさず一周二周ゆっくり回しましょう。ゆっくりです。
これがシャカシャカシャカってやっちゃうと悲惨な卵スープになるんで、ゆっくり、そしたら火を強火にして、あとはほっときます。そうするともう卵がふわーっとした状態で固まってくれるので、中華料理屋さんとかで見るような卵の出来上がりっていう感じですね。一応お湯が沸いたら少し味見をしてから卵を入れた方がいいかなとは思いますけれども、卵を入れてから味見でも大丈夫です。一応これは僕は味見をした後だと思います。多分で、卵スープこれで出来上がり。あとは餃子ですね、餃子の方もいい感じに焼き目がついてきたらお皿の方に持っていきましょう。よいしょっとって、なんかこう上からフライパンの上にこう餃子があって、上から見てるとすっごい焦げたような感じがするけれども、大丈夫かなこれって思ったら、一回こうフライ返しでサクサクサクっと入れて、餃子の裏側を見てあげたりとかすれば、焼きすぎの心配はないかなと思いますね。意外と思い切っちゃっても大丈夫だなって思うと思います。で、サク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 と入れてお皿の上にパッてこう返してあげれば、焼き餃子完成でございます。どうですかね、見てて簡単そうですかね、難しそうですかね。で、卵スープの方も、まあ、お椀に持ってあげればいい感じかなと。個人的には卵スープの方、黒ごまとか白ごまとか入れるとすごくこう食感も香りも出て好きなんですけれども、その辺はまたお好みでやってみていただければなと思います。とりあえずまあ本編とりあえずまあ本編の方はこれで終わりでございます。で、冷凍をするときなんですけれども、これはもう単純に大量に白菜、ネギを刻んで大量に皮を包む、もうこれにつきます。本当はですね、今回のこの動画もうその作り置き前提で進めようと思ってですね、先週その作り置き用にその動画を撮ってたんですけれども、さすがにこれハードル高いかなと思って、とりあえず本編は作り直しをして16個で済ませました。でもせっかく撮ったので、この後おまけとしてその50個包んでる様子をですねお届けしたいと思いますので、もし興味がある方はそちらもご覧いただければなと思います。すんごいたくさん刻んだり、すごいたくさん包んだりしてます。で、まあそれらをね、こうアルミトレイとかタッパーとかに入れて冷凍庫に入れといて、さっきのねポリ袋みたいなのにこうまとめておけばいつでも食べれるよと、そんな感じです。ぜひ興味がある方は作り置きにもチャレンジしてみてください。餃子自体は全然ハードルが低いと思いますので、こちらはお気軽にやっていただければなというような感じでしょうか。ぜひ友達とか、恋人とかでもいいですし、ご家族とかでも大丈夫です。楽しんで餃子作りやっていただけたらなと思います。それでは今回はそんな感じでしょうか。また長くなりましたけれども、最後までありがとうございます。さよなら。ちなみに次回はトマトソーススパゲティです。お楽しみに。